さて、では CT はどうかということですけど、先ほどからずっと言っている通り、細胞、肺胞の細胞壁が壊れるよっていうところが、特に画像初見ではよく出てきますよっていうことです。これ向かって、左側 COPD なしって書いてある方。これは今回ちょっと正常な CT を見つけることができなかったので、左側 COPD はないんですけど、他の疾患が 混ざってます。なので、正常の CT ではないんですけど、まあ、COPD を比較するために、この、えー、CT をそれぞれ出してます。で、前回、教訓の中級編で解説した通り、肺胞を見ていきたい場合は、ハイヤー条件の CT で見るということになります。なので、今回は、どちらもハイヤー条件の CT で見ていきます。それではじゃあ、一旦 CT を見ていきましょう。まず左側。 こちらは COPD がない方。で、右側 COPD ありの患者さんですけど、さあ、もうこの時点でだいぶ右と左が違ってきてますが、いかがでしょう。若干右側が荒いので、そこの荒さは別として、右と左。この辺でも若干 COPD がある方の患者さん、CT がちょっと違ってくるという形になっています。 で、これ今、肝臓から腹腔の方に入ってきますけど、えっ、ー、と今、完全に腹腔に入っているという状況です。これもう一回上に戻していきます。今、胸腔に入ってきました。胸腔に入ってきました。で、もうちょっと戻りますけど、ここが今、心臓があるところ。ちょうど真ん中の白いところ。これが心臓になります。で、もうちょっと上に戻っていきます。心臓から大動脈が出てくるところまで戻ってきました。 で、帰還が分岐しているところも見えますけど、これをもうちょっと上がっていきます。で、気管支が分岐するよりもうちょっと上、頭側に戻ってきました。特に COPD ありの患者さんの CT、ここら辺が特に際立って、初見が実は出てます。じゃ、ここ。どこが COPD の CT で初見があったのかっていうのもちょっと見てみましょう。特に、 先ほど見た CT の中でも、どちらかというと頭側、上側、ここが特にこの COPD の特徴的な所見がよく出てました。これどこかっていうと、えっ、ー、と実は特にこの右側、右側のところを見てもらうと、こういうふうに黒くこう抜けたようなところが色々ボツボツとあるのわかりますでしょうかこの辺とか、この辺とか。左側もこちらありますね。こことか。こことか。こう黒く、 スコッと抜けたようなっていうか、形で映ってます。で、これの黒く抜けてるところをブラなんていう風に呼びますけど、このブラは先ほどから言ってる通り、この細胞壁が壊れて、この肺胞が1階になってる、この1階になってるところが映り込んできてるというような状況です。通常のこの肺胞であれば、細胞壁がこういった形で、まあ、ぶどのような形で、 入ってるので、大きく空気が入ることがないので、こんな感じで黒くボツボツっと抜けたような感じには見えてこないんですけど、一回になってそこに空気が溜まって、しかも収縮しないので、ずっとこう空気が塊で入っているような状況で、肺にあるというのがこの COPD の病態になるので、CT でもその空気が移り込んでくるというような状況です。さて、 で、今説明したところを、じゃあもう一回先ほどの CT を見てみましょう。右側がブラがあります。左側は先ほどの大きくこう抜けたような黒く抜けたようなところはほとんどないというところ。ここをよく見てください。特に COPD 患者さんの方は特に上側にこのブラがよく出てます。それを実際じゃあ CT で見てみましょう。COPD なしと COPD ありの患者さん。こんな感じで。COPD ない方は黒く抜けてるところがほとんどないですけど、COPD ありの患者さんは黒く抜けてるところが多発してると。ただ下の方は上に比べるとこのブラがちょっと少なくなってるかなっていうところですかね。 まあこの辺なんかも少しありますけど、やっぱり上に比べるとちょっと少なくなってはいます。で、ここで腹空に入ってきました。腹空にどちらも入ってきましたで。また上に戻っていくので、ブラがあるかどうかっていうのをちょっと見てみてください。 この辺から特にブラが目立ってきますが、ここら辺から特に COPD の患者さんはブラが多発してます。この辺から特に。はい。ということで、 ここを解説してみると、あ、確かに黒く抜けてるなっていうのが分かれば、CT でもこの COPD があるかどうかっていうのがある程度判別できるかもしれません。で、もちろん COPD は最初に説明した通り、肺胞の細胞壁が壊れるっていう病態と、もう一つは気管支の分泌物が増えたり、気管支の内腔がこう飛行するようなところも COPD の病態になります。で、今回は特に肺胞の方をメインに説明しましたけど、 もう少し見ようと思うと、気管支の内部が狭くなっているとかっていうのでも見ることができるんですけど、さすがにそこまで行くと見るのかなり難しくなってくるので、今回はまあ見やすい方、肺胞のえ肺機種と呼ばれる方の病態ですけど、こちらの方をメインで説明をさせていただきました。